はい、こんにちは、佐藤ひかるです。トリエモンスタブ最新作、まだミス、神々の館、リプレイ、動画完結、ありがとうございました。素晴らしかったです。いやー感動した。神々の館チームユドーフによるリプレイ動画、ひろゆうさんというマダミス制作サークルトレイモンスタブの代表ひろゆうさんのチャンネルで公開された動画がもうこれ、エピソード5までありますが完結ということで、いや非常に素晴らしかった内容、その、感想と、俺の推理めっちゃ当たったぜっていう話と、あとねシナリオが今期間限定無料ダウンロードということで、その話もちょっとしようかなと思うんですけれども、いやまずですエピソード1 の冒頭の掛け合いの半分アニメ状態、あれすごくなかったですいや過去一の仕上がりで、もうほんと編集がめちゃくちゃ凝っててアップグレードしてて、あれ絵も何枚描いてるのっていう感じと、あ、なんでしょうね、あの微妙な表情の使い分けがめちゃくちゃうまかったですよね。あの冒頭古根さんが阪神の話をしたところで、はいっつってさ、あのスンってなるところとか、同じくフルコンさんが自分の才能を話した後に牛沢さんが面接かって言ってるところのフルコンさんのキャラクターの絵があの何面接されてる絵とかね、素晴らしかったですよね。本当もう神レベルで、4人のやっぱりチームユドーフの方々のこの冒頭のやり取りはもう過去最高レベルにキレッキレでしたしねいやもうさすがもう神実況者の方々ですから、はい、素晴らしかったなということで、で今回のこの神々の館がまずちょっと違うなっていう感じがあって、密談形式のその調査っていうところがもうめっちゃ面白かったなと思うんですよね。でもその半分半分しか自分が情報が持ってないっていう、この床に散らばっているバラバラのピースをこう集めていくような、視聴者としてねワクワク感もありつつ、それであの4分っていう時間がまた絶妙でしたよね。動画中でも移動府の方々も言ってましたけど、一応このなんだろう、そこで手に入れる共有情報の話をして、じゃあちょっと他のところの話もしようかっていうところでちょうど切れるっていうそうそうそう、だからその何でしょうね、自分たちの中でどん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 増えていく情報の中からこれ重要だろうっていうところをこう抜き取って、それ以外のところはちょっとこう端折ってみたいな、頭の中の行動原理みたいのがこう見えてですね、非常に面白かったなと思います。でね、もう何でしょう、エピソード1からこの彦摩呂の白塗りのねマロ感がめちゃくちゃ色物だと思いきや、なんかどん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 回が進んでいくことに、一番こいつまともなやつなんじゃねっていう感じがまた面白かったですよね。あれは東子さんのロールプレイもあるとは思うんですけれども、なんかその辺が面白くなっていて、なんかまともそうなあのあやめさんがどん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 なんでしょう、サイコパスというか狂人というか、湯気さんのちょっとこう低いトーンで、落ち着いた感じで、しかも関西弁っていうか、僕関西の出身じゃないんで分かんないですけど、なんとなくイメージ的にこう京都感のあるはんなり感のある関西弁中ですかね、あれが余計に何でしょう、このあやめというキャラの中にある狂気をより助長させて、いやーすごいすごいいいロールプレイだったなっていう感じがしました。僕思ったのが、メイド一緒に連れていけるじゃないですか。で、移動派の方々もそこそこに質問してましたけど、もっともっと質問しようと思えばできると思うんですよ。なんかそこが何だろう、今までのマダミスって与えられる情報は全く一緒だったんですよね。それをどう処理するかみたいなところあったと思うんですけど、このランダム性のあるその質問をするっていう NPC を登場させることによって、これも今回湯豆腐がやりましたけど、他の宅、他の違うメンバーでやった時に、このメイドの使い方によって全然これ展開変わるなっていう風にちょっと思いましたね。これなんかプレイの幅というかランダム性というか、最終的に結論としては同じ、ところに同じエンディングにたどり着いたとしても、道中がさらにこう変わっていって、さらにこうメンバーによってやる人によって違うストーリーがこう紡がれやすくなったなっていうのはちょっと感じましたね。それがちょっと今回の神々の館の面白いところ、エピソード5で牛沢さんも言ってましたけど、洗練された感じっていうんですかね、ゲームとしてですね、ゲームとして洗練してきたなっていう感じは僕もちょっと受けて、そこがすごいなっていう感じました、ね。さすがやっぱりもうね、何本も作ってらっしゃいますから、ストリームスタブさん、どん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 進化してんな、ゲームとして楽しめるものを作ってきてんなっていう感じを上目線ですいません、なんかそういう風に感じましたね。
そしてエピソード3でまあみんなで推理披露していくわけなんですけれども、まあ僕これズバリ当てました。他の動画で僕の推理動画出してるんですけど、バッチリ当たってましたね。バンザイが実はこれ断罪じゃないのかって言ったの、まさかのエンディングタイトルになってたっていう詳しくはちょっとそちらの動画見ていただきたいですけれども、まあ僕的には最終的にね、こう情報をこうつなぎ合わせるのも彦摩呂しかいないみたいな、ところはちょっと読み取りましたけど、やっぱり僕たちってこう視聴者で神目線で見てるんで、いろんな情報をこう抜き取れますし、まあ、僕なんてもうトリエモスタブのまだ見せ大好きすぎるんで、すでにここの時点で10週以上見てるんですけどまあそれぐらい見てるから分かるよねってことで、あの短い時間の中であの大量の情報をぶつけられてですね、いやしかもテルアキがあのテルテルですからね、あの自分捕まりたい強靭的ポジションであればまあかき乱して、それはもう犯人逃げ切れちゃうわっていうところがちょっと面白かったなっていう感じですね。でまあ最後エピソード5のお話になりますけども、最後ねキャラシ読み読んでましたけど、いややっぱりトリエモスタブはですね、やっぱりこうキャラシ素晴らしいですね。本当フレーバーテキストっていうんですかね、あれがもう一人一人のキャラクター、それはもうメイドも含めてなんですけど、なんかこうキャラクターへの愛というか、一人一人に何だろう、心動かされる、なんかこう引っかかるストーリーがあって、まあ、それがね、裏に隠れるその物語がキャラクターに対するこうプレイヤー自身も、愛を持ってロールプレイしやすくなれるようなキャラシだったなっていう風に感じますね。もう最後の方キャラシ読んでるウッシーなんて完全に14歳女性でしたからねいやなっちゃうよやっぱり、あれはすごいいいテキストだなって思いましたね。いや総じてこの神々の館、やっぱり密談操作 の情報の共有の仕方であるとか、各々の感じ方で、もともとのそれぞれに持っているこの何でしょうね、目的が お互いちぐはぐになってるっていうか、同じ方向を向いてないところがすごく面白い展開が生まれやすくなるので、本当こう何回も言いますけど、違う卓も面白そうだなと思いましたね。ぜひなんかね違う方を呼んでやってほしいですし、違う方の卓も見てみたいなと思いますし、今回無料なんでね、もちろんこう僕自身もね GM ちょっとやってみたいなんていうのも思いましたね。で現在シナリオデータがですね、ブースというサイトで無料でダウンロード可能でございます。でおまけキャラシということで、あの動画内ではあのメイドのキャラシ出てましたけども、それ以外に館の主と、もう一つ、XXX 謎のキャラクターのキャラシもございまして、先ほどこれ読んだんですけども、マジ感動しました。心が突き起こされました。主は本当に真の悪なのかっていうところですよね。まあ、そこといろんなものが絡み合って、一つの大きなストーリーですね。なんかエルデンリングっていうゲームがあるんですけど、その実際のプレイングとはまた別なところで、いろんなところでこうテキストがあって、それで物語を保管していくっていう、まあダークソウルシリーズでもおなじみの手法なんですが、まあ、それに通ずるゲームの本筋とはちょっと違うところにまた別のストーリーがあるっていうところがなんかいいですね。なんか悪を悪として描ききらないところ、それぞれに、それぞれの正義があるっていうのがすごく感動いたしました。はい、というわけでトリエモスタブの新作まだミス神々の館のお話でございました。僕最近ですね思うんですよ、もうね、推しは推せる時に推せっていうじゃないですか。僕はもっと感覚があって、推しは推しに届く時に推せっていう最近自分の中で合言葉でありまして、だからこの動画を撮っています。この神々の館を作ってくださったトリウムスタブさん、そしてプレイしていただいたね湯豆腐の方々、本当に素晴らしいマダミスで、僕はもっともっとこういうストーリーが届けばいいなって思ってます。まあ、僕もこんなゲーム実況なんて投稿してるんですけど、ね、やっぱりねこういうのやってるとやっぱりみんなに認められたい褒められたいっていう気持ちは絶対あるんで、でアリス自身も言ってたじゃないですか、お姉さんのこの大好きなストーリーをみんなに届けたい、それはあの神芸術家の全員がそう思ってるんですよね。だからこのトリエモスタブさんの作品もですね、いろんな人に届いてほしいと思いますし、そうすればねトリエモスタブさんたちもわーっつって嬉しいってなって、もっともっと、いっぱいいろんなストーリーを僕たちにも見せてくれると思うので、トリエモスタブ好きの方、チーム豆腐好きの方まだ見つつ好きの方、どんどんね、どんな形でもいいと思うので、ツイッターでもいいと思うし、友達に直接話してもいいと思うし、こういうのが届いていって、くれればいいなと思います。みんなで推し活しましょうはい、ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録高評価のよろしくお願いいたします。お相手は佐々木ひかるでございました。別の動画でお会いしましょう。トリエモスタブさん素晴らしかったですまたね、バイビー。